ございます。創価塾の久保です。まあ皆さんもね、思ってると思いますけども、学校の勉強はあまり役に立たないよとかね、暗記や模倣ばっかり繰り返してもしょうがないよっていう形で、いろんなことを現実捉えてると思うんですけども、さあその延長線上に今私たちは陥ってないかっていうことなんですよ。それはどういうことかっていうと、いつもね、答えありきでやってないかっていうことなんですよね。検索の結果で答えを見つけて、そこから自分の行動をね、やっていくっていうのを前にもお話ししましたけども、自分の頭で考えて、自分の人生の答えを自分で編み出していくっていうところにしか正解がないというのが私の考えです。で、外部からの情報っていうのは、はっきり言って究極に必要ないんですよね。なぜなら、自分の人生の答えは自分の人生にしか落ちてないからなんですよね。誰かが言ったことの中に自分の人生の答えっていうのはないんじゃないかなと私は考えてるんですよ。ですから人が言ったことはね、別にね、ないがしろにしろってわけではないですけども、それよりも何かの答えを求めていくってことは、自分の思考をやっぱり置き去りにしていく、ないがしろにしていくってことにもならないかなと感じているわけなんですよね。自分の選択、自分の行動、それ全て自分の結果に結びついてきますから、やっぱり自分の人生は自分で描いていくってことなのかなと思います。要するに内側から出る解釈をね、常に頼りにした方がいいんではないかなというのが私の考えですけど、皆さんいかがでしょうか。もちろん最初はね、人の答えを鵜呑みにしてその通りにやっていくっていうのは必要だと思います。そういうふうな練習の期間というのはありますんで、マシュハリで言えばシュってやつですかね、守っていくってことですね。でいつかそれを打破して、そしてそこから離れていく、自分のオリジナルの解釈っていうのを作り続けていかなければ、なかなか自分の人生っていうのは見えてこないのかなと思います。さあそこでね、今日は例のやつについてのちょっとお話させていただきますけども、今日は11月の29日ですよね。予定通りでしたら11月の27日に、10月分の返礼金ですか、こちらの入金があるということだったんですけども、いかがでしょうか。私はね、届いてない人がだいぶいるんではないかなと考えております。でそれについてはですね、別途私の考えという動画を撮ってますので、こちらの方をご覧いただきたいんですけども、私はですね、やっぱり来年からのこの例のやつのグループにもかなり期待してるんですよね。で信用もしてます。なんで信用してるかっていうとですね、やっぱり誰も逃げずに懸命にやってくれてるからなんですよ。でも信用していても、一生懸命やっていても、事業ってのは真面目にやっても失敗するっていうのがね、あるわけですよね。皆さんもね、一生懸命勤めてる店がなくなったっていうことね、経験したりとか、もしかして聞いたりしたかもしれませんよね。誰一人手を抜いてないんだけども、その事業が求められていなかった、もしくは取引先との関係がうまくいかなかったってこともあり得るわけなんですよね。そういった結果責任まで詐欺という言葉に当てはめてしまうのが、まあやっぱりね、悲しい差がと言いますか、そういうのも込みで、やっぱり自分で考えていって、自分で選択していかなきゃならないのかなというところで、かなりね、35分ぐらいの動画にまとめてますんで、よろしかったらご覧いただければと思います。それからですね、今日が金曜日ですんで、30日終わって明けて12月1日、そして12月2日が月曜日になります。月曜日の時点でどうかなっていうのもありますけども、一応12月3日が一つの規定になると思いますので、12月の3日か、この日を超えたら私もね、新しくリサーチをしようと思いますので、その時に協力していただければ幸いでございます。それではね、皆さん事業説明会に行って、言いたいこと、聞きたいこと、どんどんぶちまけていきましょう。それでは、いってらっしゃい。